はい、10日目の朝なんですけれども、もういつでも出かける準備ができている状態です。笠置キャンプ場まで4時間ぐらいなので、あのコインランドリーとかがあればその辺も寄って、洗濯とかもしたいなと思います。さあ、ということで10日目行ってみましょうか。スタートです。はい、じゃあそれではですね、10日目のスタートです。これからね、とりあえず笠置キャンプ場に行こうとは思ってるんですけども、まあ笠置キャンプ場に行くというか、その近く、洗濯物が溜まってますんで、ちょっとね洗濯機にかけたいなということで、コインランドリーをね探したりもしたいなと思ってます。まあ、今日もね、誰とも会う予定がないので、まあ、相当のんびりできるんじゃないかなと思ってます。なので、まあのんびりゆっくり行きましょう。有名チェーン店には行かないっていうお約束だったんですけども、ついついね誘惑に負けてモスに来てます。このままですね、笠置キャンプ場の近くに行こうかなとちょっと考えたりもしたんですけども、そういえばですね、愛知県名古屋市といえば、日本最大級のアウトドアショップがあるらしいぞという話だったので、まずですね、そこのアウトドアショップによって、それからですね、笠置キャンプ場の近くに行きたいなと思います。アルペンアウトドアに来ましたよ。10時からオープンだったのでちょっと待ったんですが、ガチャガチャがある。ガチャガチャは普通のガチャガチャですね、さすがに。さあ、これがアルペンですが、なんかね、相当大きい店みたいなんですけども、どうだろう。今ね、アルペンから出てきました。何も買いませんでした。値段がべらぼうな感じで買いませんでしたね。キャンプ始めた頃にですね、お金がなかったんですよ。買うお金がなくて、なんでキャンプ用品ってこんなに高いんだろうと思ってたのをまた思い出しました。やっぱ高いですからね、キャンプ用品って。そんなおいそれとは買えないんですけど、あの値段が普通なんだとは思うんですけど、僕いつもAmazonとかで、サンリューメーカーとか言われるかもしれないんですけど、安いもの、安くて使えそうなものっていうのを買って使うんで、ここに置いてあるようなですね、いわゆる一流メーカーみたいなものは1個も持ってないです。買ったこともないっていう。で、まあその三流とか四流とかって言われるメーカーでもね、全然使えるんで、僕はそっちの方が好きなんですよ。安いし、けなしてるわけではないんですけど、けなしてるわけではないんですが、多分ですね、このチャンネル見てる方も、なんでそこ行くのみたいな感じで思ったかもしれないんですけど、それはね、行って僕が一番感じました。キャンプを始めようとした時とか、道具を買う時にですね、必ずその、キャンプ用品の値段っていうのにぶち当たると思うんです。いろんなものが欲しくなっちゃったりしますしね。でも欲しくなったものがね、1個2万3万って言われると、いやー、ちょっと買えないなっていうまんま、僕なんかはずっとその状態で今に至るっていう感じなんですけど、一時停止です。ねえ、やっぱ値段高いからね、買えないよね。本当にキャンプのスタイルっていうのはやっぱり分かれると思ってて、
のね旅の途中でもあの他のキャンプされる方たちともお話ししたんですが、やっぱネームバリューから入る方とか、おしゃれなキャンプがしたいっていう方で、それもね全然間違いじゃなくてすごいいいことで、絶対楽しいと思うんですけども、僕みたいにね、お金をかけずにとにかくその場に行ってその場の雰囲気とかを楽しみたいという方で、そういうタイプの場合はですね、本当にもう道具なんかどうでもよくて、見た目がある程度気に入って使い勝手が良ければ一番いいっていう方がほとんどなんじゃないかな。なので僕はね、やっぱりその値段が高いと躊躇してしまうんですよね。お、コインランドリーありました。これだ、コインランドリーウォッシュ&シャイン。さあここでね洗濯して、いきましょう。今道の駅のハリテラスっていうところに来たんですけれども、ハリテラスのね向かいにねめっちゃやばい店がある。わかりますかね、餃子の王将がある。めっちゃ行きたい、めっちゃ行きたい。あー、お食いたいな。どうだろう、あの道の駅の中を見てみてですね、いいものがなかったたらこっちにしようかな。有名チェーン店には行かないとか言いながらですね、超がつく有名店ですけど道の駅に来ましたけど、いいですねここ、まずレストランお土産屋さんがあって、ファミマがあって温泉があって、あそこ今見えませんが王将があると。イタリア料理&カフェ、閉鎖中か、店やってないですね。っていうかなんか見た感じ結構やってない店が多いのかな。まあ平日ですからね今日は。赤福完売。ちょっとねお金も尽きてきてますしね、お土産も買えるものがなかったです。まあ欲しいものもないんですけどね。かまど屋、弁当屋か、ラーメン、あ、ラーメンあるじゃん。うどん屋さんがあって、ラーメン、餃子、焼き飯。ちょっとね一回りして戻ってきまして、やっぱりねここ行ってみようかなと思います。天理スタミナラーメン、天スタ。まあね、あんまり歩かずに済むのでここ行ってみましょう。すいません、持ち帰りでお願いしてもいいですか。持ち帰り、はい、どうぞ。チャーハンの台と、チャーハンの台と、あと餃子の一つ、餃子一人前、はい、でも持ち帰りで。あ、そうですか、はい、はい、はい。今日のねご飯を買ってきました。
ご飯が、まずね、餃子。餃子です。餃子と、ラーメン屋でラーメン食べたいって言っときながら、まあ、ラーメン買いませんでした。チャーハンの台。熱々ですよ。で、まあ、今日はこんな感じでですね、ご飯食べて、足りなければですね、コンビニとかまたラーメン屋行くとかしたいなと思います。やっと食べれるな。美味しいって言っていいのかどうなのか。物足りない感じはちょっとしますね。まあまあまあ。で、まあいつものように、ビールもね、ありますんで。ビールも飲んじゃおう。じゃあ、ここにあるビールをいただきます。いただきます。冷えてますね。もうなんか久しぶりのご飯なんで身に染みます、すごく。もしもし。はいはい。あ、はい、大丈夫かな今。うん、大丈夫。ちょっと待ってね。うん。もしもし。はい、僕。父ちゃん、今寝とる？うん、今ねんねしとったよ。なんで？父ちゃんね、今日はちょっと眠たかったからね、先にねんねしとったんじゃ。父ちゃん、どうやって寝とる？車の中にね、ベッドがあったでしょ、車の中に。俺見てない。見てない？見せて、帰ったら。じゃあ帰ったら見せてあげようね。わかった。ねえ、待っとってね。いや、何見つけたん、父ちゃん。今日はね、何も見つけんかった。なんで？あんまりね、違うとこ行かんかったけね。ムックはガチャピンムック。ガチャピンムック？ガチャピンはガチャピン。ガチャピンムックはおらんかったかな？なんで？そういうとこには見てなかったな。そういうとこに行かんかったね。あれ？ガチャピンとムックが見たかったん？うん、見たかった。ああ、父ちゃん見てなかったわ。父ちゃんがおらんと寂しいから、早く帰って。わかったよ。父ちゃん、うん、大好き。ありがとう。父ちゃん、うん、今さ、広島県？今はね、奈良県。奈良県？うん。広島県じゃない、広島県。広島県じゃないな。もしもし。もしもし？元気にしとった？うん、しとった。今日は遊びに行ったりした？うん、したよ。みんなと仲良くできた？うん、できた。うん。なんか、変わったこと。広島県？今はね、奈良県。奈良県？うん。どの奈良県？遠い、近い？ちょっと遠いかな。早く帰ってきたらよかった。そうか、ごめんよ。あと2回ねんねしたら帰るからね。うん、よかった。で、いい子にしとってね。最近、しゃくりが出たよ。しゃくりが出た？うん、出た。そうか。父ちゃん。はい。キャンプ行きよね？キャンプは明日行くかな？
なんで？明日ちょっと人と会わないといけんからね。なんで？どうした？行きたかった？行きたかった。ああ、じゃあまた連れてってあげるからね。いい子にしとったかな？うん。なんか変わったことあった？まだないかな。まだないか。あと2回寝たら帰るから。うん。父ちゃん今何県？今ね、奈良県。まだ遠い？まだ遠いかな、ちょっと。また明日電話するけえね。うん。大丈夫？なんか父ちゃんに話したいことある？あ、とんかつだね。うん。父ちゃんのことも好きなんだって。そうか、ありがとう。父ちゃんも好きよって言っといて。うん。もしもし？あ、もしもし？はいはい。大丈夫そうじゃね、今日も。あ、そうだね。うん。なんか、変わったことはないよね、別に。うん、特にないよ。あ、分かった分かった。じゃあまた明日電話しよう。うん、分かった。うん。うん、じゃあまたね。うん、じゃあね。はーい。はいはーい。